でそうなるんですけどね、前のことは帰ってみたいんで、ね、どうしますか、週3日とか休憩の近くなんですけど、そうですね、週間の日からもう帰ってみたいんで、びっくりしましたね、まさかまさかね、新幹線が止まったままです。その列車の中で時間を過ごす人も見られます。60代の女性に話を伺いました。名古屋にいる孫に会う予定だったのですが、ここで2時間ほど待っている。状況は家族にメールで伝えていますが、どうなるのか心配ですということでした。駅のホームでは引き続き運転再開には時間がかかるというアナウンスが繰り返しなされています。中継でした。有楽町のパチンコ屋で火事だってよ。警視庁によりますと、火が出たのはパチンコ店の隣のゲームセンターという情報があり、警視庁と東京消防庁が詳しく調べています。警視庁や消防による現場検証が続く可能性があり、現在のところ運転再開の見通しは立っていないということです。 U ターンラッシュにも影響が広がる恐れがあります。また山手線の全線と京浜東北線、東海道線も一部の区間で運転を増やせています。では全国の天気、まず雲の様子です。今回の筋状の雲は少なくなっていますが、次の雲が北日本に近づいています。また紀伊川付近にも雲が広がっています。今日の天気です。北海道から新潟は午後は次第に雨のところがでしょう。九州南部と沖縄では、ここから上上がると伊豆山から下行く。九州北部から関東は晴れ間が広がるでしょう。